愛姫で新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛姫です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。4月17日水曜日、皆さんおはようございます。さて、昨日は本当に暑い一日でした。特に午後からですね、すごい気温が上がってですね、私もこうちょっとこう久しぶりにね、暑いなというふうに感じる、本当にこう夏が近くなってきたなっていうね、なんかこう春を飛ばして夏にが近くなってきたっていうような昨日は一日でしたが、皆さんのところはいかがだったでしょうか。昨日は冥王星とあと、ドラゴンヘッドとドラゴンテール、そして月がですね、こうアスペクトを取っていたので、このちょうど今、月のノードがお羊座と天秤座にの軸になってるんですね。このお羊座と天秤座の軸が、ちょうど同じ位置にあるのは、約19年ぐらい前に、18年から19年ぐらいの前になるんですけれども、ちょうどこのドラゴンヘッドとドラゴンテールが、逆ですよね。なので、ドラゴンヘッドが天秤座、テールが乙女座っていうのが、9年前、約2015年に、このちょうど真逆な、テールとヘッドが真逆なところに、来るんですけれども、なので特にこのお羊座と天秤座にノードを持っている方は、ノードが今ちょうど帰ってきているところなので、よりいろんなことが起きやすい、なのでこう9年前2015年を思い出してみるとですね、こう今と同じようなことが起きてるんじゃないかなと思うんですよ。で、私も昨日ふとですね、2015年のことを考えていたら、こう今ね、すごく、ちょっと似たような感じのことが今起きているなっていうことにね、昨日改めて気づいたんですね。でもこう一つ違うことが、今回の特に昨日のエネルギーっていうのは、こう人と人との関係性の中でこういろんなことにこう気づいていくっていう、今なんかそんな時期なんじゃないかなって思うんですよ。でこう9年前はまだこうの時代のね節目っていうわけではなかったんですけれども、今回この2024年っていうのは、ある意味大きな時代の節目なんですよね。なので今年1年でこう一人一人がこれからどういう方向性に、生きていくのかっていうのをこう決めていく、もちろんそれを何も考えてない人もいるので、この何も考えてない人はそれが気づかないまま来年になってしまう人もいるかもしれないし、何かこういろんなことが起きて自分の人生を見つめ直さないといけないくなるような人もたくさんいるんじゃないかと思うんですよ。ただこう今起きていることをこう保守的に気づいてないだけでね、なので、こう動けば動くほどですね、いろんなことをこう感じるというか気づくというか、で特に昨日はなんかそんな一日だったんじゃないかなって思うんですよ。で彗星が逆行していることもあって、特にこの今回の彗星逆行っていうのは、何かこういろんなことのおさらいをしているような、なんか私の中でそんなイメージなんですよね。こうこの自分のこう考えをもう一度こう見直すというか、ことも
起きてくるし、こう今までのいろんな人とのつながりがもう一度こうなんかこう接点ができて、でその人とのつながり、まあ、その人との、まあ、例えば会話の中でとか、でこう昨日なんかもそうなんですけど、なんか改めてあなんか話してよかったなっていう、その自分が勝手に思っていたこととその実際話してみると、あこの人はこういうことを考えてたんだとか、あこの人の考え方ってなんか自分が思ってたのと違ってたのかもしれないとか、なんかこうやっぱり人と人ってちゃんと話をしないとわからないなっていうふうに、まあ、すごくね昨日思ったんですね。こう自分で思い込んでることっていうのはやっぱり ただあるので、これは本当にこう人間関係全てにおいてやはりちゃんと話さないといけないっていうことはすごくね昨日ある意味私の中でもなんか勉強になったんですよね。だからなんか話さなくても分かるとか、そのこう一回言ったから多分ずっとそういうふうに思ってくれているだろうとか、なんかそういうふうに思いがちな人もいると思うんですけど、人間っていうのは常に変化しているし、昔と今と同じとは限らないんですよね。なのでやはりこう常にこうその時その時の自分の考えとか自分のこう今の思っていることとか、まあ、そういうそのことをですねこう相手に話さないと相手には多分理解されないっていうかこうちゃんと伝わらない。なのでやはりちゃんと話をするっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうことを、まあ、昨日ね改めて感じたんですよね。でこう今ちょうど9年前と本当に同じようななんかシチュエーションに今なりつつあってですね、まあ、自分の中で本当、まあ、ある意味これをすることが私にとって必要なことなのかっていうことを、まあ、改めて考えさせられるような何か出来事っていうのが、まあ、多々起きているんですけれども、多分ね皆さんも同じような、出来事っていうのが起きてるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、今日のね星予報のところでも出てきますけれども、やはりこうちゃんとこう自分からアピールするとか自分からちゃんとこう関わっていくというかね、なんかそういうことをこうすることが今いかに大事かっていうことを、まあ、今日はねこう考える一日にしてみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、まあ、今日の、星予報を、お伝えします。はい、それでは今日の星予報です。今日の月は獅子座です。月は土星と150度、また土星は今海王星と火星がねだんだんこう近くなってき、ました。なので今日はですね、土星と月が150度っていうだけではなくて、土星と海王星と火星を頂点に月とドラゴンテールで、ヨットっていうね神の指っていうね形ができています。このヨットが、自分のどこのハウスにできているかによって、まあ、若干こう違うのは違うんですけれども、でもね今日ちょっと皆さんに考えてほしいことが、あるなっていうふうに、思います。自分は本当にこう幸せを、感じれるように、自分は見えないものに守られているとこう感じられるように、なるためには、一人一人が自分はどうしたいのか、自分が望む形を自分自身で作り上げていかないといけないということを、考えてほしいなっていうふうに思います。今魚座に土星と海王星と火星が、ちょうどね重なってつながっています。で魚座っていうのは
すべてのものがつながってる世界なんですね。スピリチュアル的に言うとですね、まあ、ワンネスという言い方をしますけれども、スピリチュアルが強すぎると、一時ねすごいはなんか流行ったというかね、よく言われてたのが、まあこうただねこう笑ってればいいとかね、何でもプラス思考に考えてればいいっていう、もちろん笑ってる方がいいし、こう何でもポジティブにねプラス思考に考えるっていうのはねすごく大事なことなんですよ。だけれども、ただ笑っているだけ、ただポジティブに何でも大丈夫大丈夫っていうふうに思ってたら、そうなるかって言ったら、この地球上ではそういうふうにはならないんですよね。なので、こう魚座が強すぎるというかね、このスピリチュアルが強すぎると、こう全てのものはこうすでにあるので、こうあるがまま、ただ生きればいい、ただこうただ生きればいいっていうふうに思ってしまうんですね。だけれども、私たち人間はただありのままのこう自然のように、ただそのまま生きればいいというわけではないんですね。人間もこう全ての命の中の一部としてこう存在しているわけなんですけれども、こう他の生き物たちもただあるがまま生きているわけなんだけれども、他の人間以外の命っていうのは、そのあるがまま生きることが全ての命の中の一部として、この循環の中の一部として、こう役割がちゃんとあって、その役割を生きてるわけなんですね。なので、こう人間がありあるがままに生きる、ただあるがままに生きることと、他の生き物たちがただあるがままに生きることっていうのは、実は若干意味が違うんですね。で、それはなぜかというと、人間には自我っていうものがあるので、まあ、あとはこう欲とか意識ですよねっていうものがあるので、こう頭でいろんなことを考えて行動に移してしまうんですよ。で、自然界に存在するものっていうのは、こう本当にその自然の法則の中に自分を合わせて生きているので、こう人間のような自我という動きっていうのはこうないんですね。なので、私たち人間はその自我や意識というものがあるので、そのただあるがままに生きるっていうのは、自我のあるがままに生きるっていう風になってしまうんですね、どうしても。なので、ただ生きているだけでは人間はいけない。この意識を持って生まれてきているので、意識をまあ、進化させないといけないっていうのが、まあ、人間が他の動物たちと違うところなんだと思うんですね。なので、こうただあるがままに生きているだけでは、常にどんなことも同じ状態は続くことがなくて、常に進化して本来いかないといけないし、常に自分がただ楽しいだけではなくて、何ができるかを考えることが必要なんですね。例えば、あなたはこの世界でどんなことで社会に貢献できるでしょうか。また、あなたはどんなことを想像できるでしょうか。自分から人生に参加して、自分ができることで社会に貢献していく。ただ委ねるだけでなくて、ただ全てが当たり前だと思うのではなくて、一人一人が太陽がただ存在しているだけで多くの命が生きているように、私はどんな太陽になれるのか、なりたいのかを考えるっていうことがとても大事なことだと思います。今日は特にこのヨットっていう形ができているので、まあ、それをこう実際にこう考える、とてもいい一日時間になるんじゃないかなって思います。で、このヨットはですね、まあ、ただ何もしないでこう宇宙に委ねて生きているだけだとですね、こう人との関係性がうまくいかなくなったり、
パートナーシップに問題が発生したりするんですね。それが今日のこの淀のエネルギーです。あなたの存在がこの世界に喜びを生み出す一人になるように、今私たちは進化をする時だと思います。今日は月が獅子座の真ん中にいることで、すべての人にそんなことを考える時間をくれている一日に、なるんじゃないかなっていうふうに思います。今日はそんなことをね、こうちょっと考えてみると、何か、今自分が、するべきことっていうかね、何か自分のに一つの気づきがね、得られるんじゃないかなっていうふうに思います。今日の夜中もですね、イスラエルとイランの問題のね、ニュースが、夜中12時過ぎぐらいにまたアップされていまして、今もう本当にこうせめぎ合っているっていう感じですけれども、この次動き出すのは、4月の20日以降かなっていうふうに、思います。でやはりこの5月に入る頃ですね、4月の終わりから5月に入るちょうどゴールデンウィークぐらいにですね、なんかこう何か次の動きが、起きてくるんじゃないかなっていうふうに思います。できることならね、そのこのまま収まってほしいっていうふうに、まあ、皆さん思っていると思いますし、そうあってほしいなっていうふうに、まあ、私も思いますけれども、まあ、ただこの今起きていることの本質的なものっていうのがあるので、それが解決できない限りこの問題っていうのは終わらないと思うんですよね。で、私たちがこれから新しい時代を迎える上で、こう解決しておかないといけない問題、今のままではいけない問題っていうのがあるんですけど、それが自分たちの力で変えることができたらこんなことにはならないんだけれども、自分たちの力で変えることができないのでこういうことが起きてるんですよね。なのでこの問題を解決したいと思ったら、まあ、私たちが今すぐ何かができるっていうわけではないんだけれども、これはその大きな問題と今一人一人個人の目の前のいろんなその社会で起きている現象っていうのは、私はなんか本質的に同じことなんじゃないかなと思うんですよね。なのでこの本質的に同じことを私たち自身がやはり考えて、こう今目の前にある出来事を変えれるのかっていうことを一人一人が問われてるんだと思うんですよ。で最近私がすごくこう毎日こういろいろこう仕事している上で思うことが、やはりもういろんなものがですね、こう日常的に行き詰まってるんですよね。で理不尽なこと、これ今までは当たり前に行われたことってたことなんだけれども、それがだん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 こうエスカレートしていってるんですよね。なのでそのエスカレートしていることをじゃあ変えれるかって言ったら、みんな変えれないんですよ。今目の前にあるその戦争じゃなくても、もっともっと本来簡単なことなんだけれども、やはり自分の今の自分の生活とか今の自分の立場とかを壊したくないと思ったら、その今目の前にある問題を自ら解決しようっていうふうに思える人っていうのがほぼいないと思うんですよ。で、これってすごく本質的に同じことなんじゃないかなっていうふうに思っていて、なので戦争を人事だと思わないで、今目の前にある現象の中で同じような本質的な出来事っていうのもが目の前にたくさんあるし、自分自身がその一人その中でこうどういうふうな立ち位置で本来何ができるのかっていうことをやっぱり考えて、その難しさみたいなのを自分で実感しないといけないんじゃないかなと思うんですよね。じゃないと本当にそれは国もそうだし、世の中もそうだし、町もそうだし、会社もそうだし、全てにおいて同じことが起きているんだと思うんですよね。なのでそういうことをですね、
こう一人一人がこう逆にね、こう戦争のことだけじゃなくて、まあ、考えていただけたら、全体的な社会全体がそんなにひどいことが起きないで変わっていけれるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでこれからどんなことが起きるかっていうのは、私たち一人一人の日々の生活、どんなものを選んでいくかによって変わってくるってことを、こう人事ではなく自分事として捉えていただきたいなっていうふうに思います。はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日もね、一日暑い一日になりそうなのでね、日焼け対策とかね、してお出かけいただけたらと思います。それでは今日も一日素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。